皆さんこんにちは。アイカップのグラマラスボディと愛らしいルックスで一世を風靡した伝説のグラビアアイドルの青木優子さん。現在は芸能界を引退していますが、何をされているのでしょうか。今回はそんな青木優子さんの経歴と現在についてご紹介します。青木優子さんのプロフィール。名前青木優子。生年月日1977年2月5日。出生地山形県東置賜郡高畑町。身長160センチ、3サイズ95、59、87センチ。血液型 A 型。趣味スノーボード。青木優子さんの経歴。1977年に山形県で生まれた青木さん。1995年、山形県立米沢東高等学校を卒業した年に、第4回弓オーディションでグランプリを獲得し、芸能界入りを果たしました。実は高校卒業後は、仙台のヘアメイクの専門学校に入学することが決まっていましたが、芸能界デビューすることになったため、同じ専門学校の東京校へ編入したものの、タレントの仕事を通じて本物のヘアメイクの仕事ぶりを見るようになって、現実は厳しいと思うようになり退学しています。芸能界入りした1995年に山田マリアさん、黒田美玲さん、稲田千佳さんらと共にフジテレビビジュアルクイーンに選ばれ、サントリーミルパワーの CM にも出演し、一躍注目を集めました。驚異のバスト93センチのアイカップというダイナマイトボディに、当時大人気だった歌手の華原朋美さん似の愛らしいルックスというアンバランス感も相まって、世の男性から絶大な支持を受け、グラビア界の女王の座に上り詰めます。そしていつしか、表紙を飾るとその雑誌は完売するとまで言われるようになりました。また当時グラビアアイドルブームで一時代を築いたイエローキャブの創設者で現サンズエンタテインメント会長の野田義治さんが青木さんをスカウトしようと狙っていたそうですが、わずか1日違いで他事務所に取られたなんて逸話まで残っています。タレントとしてテレビ番組にも多数出演していた青木さん。ネルトン・ベニクジラ団の芸能人限定企画、ネルトン・ベニシャケ団に出演した際は、司会者であるトンネルズの木梨憲武さんが青木さんのファンでしたが、石橋貴明さんも青木さんを気に入ってしまい、一緒にプリクラを撮ってもらうなど、芸能人からの人気も高かったようです。グラドル卒業。そんな青木さんでしたが、1998年末頃から芸能活動を休止し、活動休止期間は約2年ほど続きました。2000年半ばに活動を再開し、芸能界復帰した青木さんは引退記念写真集青木優子を発売するとともに、グラビアアイドルからの卒業宣言をします。その後はアイシーブルーのボーカルとして松井五郎さん、中村仁さんとのコラボでアルバムブルーを発表。しかし音楽活動が花開くことはなく、アイシーブルーも2008年1月25日、下北沢モザイクでのライブを最後に解散しています。急な歌手活動のようにも見えますが、実は1998年末頃からの活動休止中に、実は小室哲哉さんのプロデュースによる歌手デビュー計画が進行していたようです。しかし歌手デビュー直前に、当時所属していた事務所のスペースクラフトがレコード会社に条件面で難題を吹っかけたために、突然の発売中止となってしまいました。2004年頃からはプロレスイベントハッスルでハッスルマドンナの肩書きで活躍していた時期もありました。その間も
グラビア復帰のオファーが殺到していたようですが、青木さん本人は堅くなに拒んでいたそうです。現在は。そんな青木さんは2014年1月22日放送の一番ソング賞伝説のドラマ主題歌&幻のアイドル大創作最強2本立てスペシャルに久しぶりに出演し話題になりました。その番組では青木さんが2010年頃から故郷の山形に戻り、実家の回転寿司店をお手伝いしているそうです。また番組内で夫婦でと紹介されていることから結婚もされているようです。旦那さんについては番組内で特に触れられることはなく、お子さんがいるようなことまでは分かりました。さらに週刊フラッシュ2017年8月22日29日合併号で、山形にある実家の回転寿司店を手伝う青木さんについて詳しく報じており、往年の青木さんファンの間で大きな話題になりました。その記事では、青木さんは2011年5月に故郷の山形県米沢市で結婚され、2017年当時で5歳と1歳のお子さんがいるとのことです。旦那さんとの出会いは、青木さんがグラドルを辞めた後の歌手活動中に知り合った元ギタリストのようです。もともと結婚をしたら実家のお寿司屋さんで働くつもりだったこともあって、東京にいる時から旦那さんには寿司職人の見習いをしてもらっていたそうです。市内にはライバル店が多いそうですが、ネタの鮮度の良さと回転寿司らしからぬ職人の腕前で勝負と差別化を図っており、市内屈指の人気店と報じられています。そんな青木さんの将来の夢は、自分たちの店を持つこと、それと主人と一緒にライブができたらいいですねと話しています。いかがでしたか？音楽活動があまりうまくいかなかったこともあり、芸能界から消えてしまったかのような印象の青木優子さんですが、現在は2児の母親で実家のお寿司屋さんのお手伝いをされているということで、当時のファンの方も一安心ではないでしょうか。芸能界復帰は可能性として低いと思われますが、夢の一つであるご主人とのライブでもしかしたらファンの前に姿を見せてくれるかもしれません。2つの夢が叶うように応援したいですね。